はい。えー、どうも、お疲れ様でございます。即解塾の久保です。えー、私がですね、この NISA とか新 NISA について、ちょっと不気味なものを感じているよって言ったのはね、まあどういうことかっていうと、この NISA や新 NISA で私たちは、まあいわゆるね、まあ債券とか、それから国債とかを買ってるわけなんですけども、まあはっきり言って NISA、新 NISA に参加してる人って、具体的に何をどう買ってるかってこと、そんなに興味がないんですよね。 で、ニーサで含み益が取れればいいなぐらいに思ってる程度だと思うんですよ。しかも、ニーサってのは長い期間の積み立てです。私がね、気持ち悪さを感じてるのは、そのニーサなり新ニーサにおいて、米国株とか米国債がどのぐらいの割合買われてるかってことがわからないってことなんですよ。で、いろいろと数字を洗ってみると、おそらく4割ぐらいなのかなっていう気はするんですけども、はっきりしてません。まあ、どちらにしましても、 全く米国債やそれからアメリカの債券に日本のお金が流れてないとも限らないわけですよでこことですね昨今の円安ってものがどうも符合するんですよね、まあ、つまりなんでドルがどん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 一方的に高くなっているのか確かに2年前3年前はロシアのウクライナ侵攻これによって何らかのバランスが壊れて 円が安くなり続けているまあこれは分からないでもないんですよしかしあれから2年以上経ってここまで一方的にドル円の動きがね制御できないほどに上っていくもんなのかなと思ってるんですよで日銀がどんな対策を打っても結局円安が加速するだけで介入しても全く意味がないともうすでに今年は3回の介入をしていますけどもそれでも今現実 ドル円15円157ですよ。以前は152円が望遠ラインだったしかもそれも1年2年前の話ですここまで急激に円が安くなってしまう背景には一体何があるのかなって考えた時に私はこの NISA を買う日本人が増えたこれが大きな原因だと思ってます、まあ、つまり日本人が NISA に長期投資をして毎月毎月資金を流していくその先に 私たちが何を買っているのか、それは米国債なんじゃないかなと思うんですよ。米国債や、米、アメリカで生まれた債券を買うことによって、当然ですけども、資金がそこに集まるので、ドル高が発生します。通常ですね、ドル高円安がまともに機能していれば、アメリカの庶民の暮らしは楽になるはずなんですよ。しかし、アメリカの庶民の暮らしは、ひょっとしたらわれわれ日本人よりも苦しいかもしれません。 ガソリン代もなぜかアメリカの方が高いという話も聞きましたこれはまた別で調べます一体どうなっているのかなとアメリカは資源や食品に関しては当然日本よりもたくさんあるはずなんですよつまり供給力があって人口が多い分労働力もあるさまざまな資源に囲まれてるはずなのになんでねひょっとしたら日本人よりも苦しい暮らしを送ってるのかなってことを考えた時に、まあ、つまり市場原理と ドル円の価格が連動してなないわけなんですよねつまりバーチャルな世界で日本円がどん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 ドルに買われているチェンジしてるわけなんですよね、まあ、そうすることによってドル高が起きてるとしたら現実社会とか実体経済には全く影響せずにですねただドルだけが値上がりしてそれにつれてインフレが起きて利上げが今の水準でアメリカで起きて。 物価だけ高いけども暮らしは楽にならないっていうことが起きるんじゃないかなと思うんですよ。そしてこの積み立 NISA、本当に私たちは受け取ることはできるのかなと。この NISA を一度に解約して日本円を手に入れようと思ったら、今まで買い続けてきた米国債、こちらの方を一気に売却することになります。おそらくこの売却額ってのは、場合によってはね、介入資金のそれよりも多いかもしれません。つまり、 5兆円、6兆円単位の介入ってのが行われますけども、この積立たて NISA を解約するときって、みんな同じときに解約するわけですよ、例えば2024年に積立たて NISA に参加した人が、それを10年後に解約する、20年後に満期になる、みんな同じ時期です、とてつもない金額が一気に引き出されるわけなんですよ、つまり、アメリカの国債が売られるってことになります、そうなったら今度は、円高に進むわけですよね。 これ本当なのかなと思うわけですよ。まあ、つまり、本当に私たちが購入した米国債は売り抜けることができるのか、売却に関して一定の制限をかけて売れなくしてしまうんではないか、つまり私たちは踏み倒されるんじゃないかなっていう恐れもあるわけですよ。だってね、一気に米国債が売られたら、それこそ、もうアメリカとしては大事件ですよ。しかもそれが NISA の満期っていうのは毎年来るわけですからね。 毎年毎年そんなこと起きるんじゃないかなと思いますまあだからといって私個人がニーサを買わないからといって何も止められませんただこのニーサなり新ニーサっていうこの制度にはそんなオチが待ってるんじゃないかなと私は思ってるんですねだからといってこういった考えが正しいかどうかは分かりませんし仮に正しかったとして抵抗する術は私たちにありませんまあそういった意味でね 非常に怖いことが行われてるんじゃないかなと。しかも上手に非課税枠1800万ということで、このニーサが大人気で売れてる。非課税枠1800万。単純に言って、10人で2億円ほどの米国債が売却される。それが10人どころじゃなくて、10万人とか100万人の単位で起きるわけですよ。ちょっとした為替介入と同じようなことが毎年毎年起きるってことに、私はどうしてもね、見えてしまうんですけどね。 この話もうちょっと詰めていこうと思います。それではちょっと一斉す。